はい、では始めたいと思います。皆さんこんばんは、レクセニ講師弁理士の納富です、今日は、担当試験が終わって、2週間、ただですね、いろいろと、この状況が、皆さん違う中で、2年目以降の、勉強法、その中上級の方ですね、中上級の方たちが、この向こう1年間どのような方針で、どんな勉強法をしていくべきなのかということについて、お話をさせていただきたいなと思っています。はい、本試験が終わって、先週ですかね、担当の分析会がありまして、宮口先生と、科目を分けて分析会を実施しました。でもリサーチの結果とかそういったこともフィードバックを受けていまして、全体的に今年ちょっと平均点が高くて全体的にはちょっと簡単だったと。なので受験生にもよるし、ちょっとその人にもよると思うんですよね、その感覚っていうのはね。だから簡単だったのと、そうでもなかったんだけどっていう人もいるし、いや簡単だったのは分かるんだけどでもなんか点数取れなかったっていう人もいるし、当日の速報会の相談会も含めて、ずっとこう相談会を実施している中で、今年の受験生の感想は割と様々だなというふうには思っています。なので実際そのリサーチに参加する方たちは割と自信がある方たちが多いので、平均点もちょっと高く出たのはその参加者のちょっと母体によるのかなっていうところもあるんですけれど、講師はみんな軒並み簡単になったっていうふうに言っています。で私も速報会のところでは特許の、5問と衣装の10問ですねを担当したので、よりその衣装が今年は点数が高かったんですよね。なので満点も結構いますし、8点9点っていうのが割と普通に出てる中 で自分がそこの担当だったので、ちょっと衣装は簡単だったなと思ったんですよ。ただ特実の方でちょっと 変な問題ってあれなんですけれども、ちょっと解きにくい問題なんかもあったので、特実はそんなに簡単じゃなかったかなとは思ったんですけれども、一番難しかったのは今年は商標でしょうね。商標がやっぱり足切りが多くて、で点数が低いと。で50点以上取ってる人でも6点とかね、7点以上があまりいないんですよね。なので商標は確かにちょっと難しさがあったのかなと思いますが、後の科目は条約や府庁も含めて割と点数は高めに出たかなとは思います。で、ただね、やっぱりその人によって課題も違うし、で今例えば20点ぐらいだったとしても、それがですね、そのちょっとこう例えが悪いんですけど、花粉症をお持ちの方って知ってると思うんですが、花粉ってこうどんどん毎年こう溜まっていって、である時発症するんですよね。で担当もちょっとそういう気があって、ある程度勉強していたんだけど、でも20点ぐらいで収まってしまったと。で何でか分かんないと。ただそこから今度その一気にその点数になる時期っていうのが実はあって、でそれはその今年の本誌がそうなんですけれども、やっぱ条文の細かさのところが詰め切れてないがために、結局どの問題に対しても結構ふわっとした知識で対応してしまって、で点数にならないと。だから点数的には悪いんだけど、でも実はあともう少しなんだっていう人は実は割といらっしゃるんですよ。で昨日も相談会する中でそのタイプの方が何名かいらっしゃったんだけれども、でそうすると結構一気に20点ぐらいボンって上がるんですよね、ある一定の時期で。もちろんぼーっとしてたらダメなんですけど、ある一定の時期が来るとこうボンと点数が20点ぐらい上がると。ただそこがやっぱり苦しいんですよね。その一定の時期が来るまでの最後のちょっとね詰めっていうところが結構苦しくて、でそれがやっぱりできるかどうかっていうことが
この今の状態を抜けていくかどうかなのかなと思います。で、そのためのそのヒントをですね、今日まあちょっと具体的な問題を使いながら見ていこうかなというふうに思っています。まずお手元のレジュメなんですけれども、パッと開けていただいて、で私はですね、まあ、常に担当と論文は、まあ、一気に合格しようということを伝えています。で、まあ、実際データ的にも担当を受かった年がやっぱり論文受かりやすいので、免除になればなるほど結構難しくなってくるんですね。ですから担当をやっぱり受かった年にそのまま論文を一気合格するために、まあ、じゃあどうしたらいいのかっていうことをお話ししていこうと思います。で、今の担当試験は割と考えて解くっていうタイプの問題が多いように思います。で、一方でその条文の詰めた読み込みが必要な問題もあるんで、まあ、その解放力だけでは対応できないんですけれども、解放力はまあ絶対なんですよね。で、解放力がつくと論文の事例問題もやっぱり解放力がついてくるんで、担当試験の勉強が論文に直結することもあるし、で特にですね、今年そのポイントのところの2つ目に理解することを放棄しないって書いてあるんですけれども、商標の難しさがですね、趣旨から出たっていうところなんですね。単純に条文の文言をそのままかどうかっていうジャッジする問題ではなくて、その趣旨、本質的なその考え方の部分で解かせる問題が商標は割と枝として多かったので、そこがですね、商標の難しさだったのかなと思います。なので今年の商標がすごく難しいと感じる方は、何が足りてないかというと、実は入門講座でやるようなその理解力の部分、理解して考えるというところが足りてなくて、そこは結構その暗記とかそういうものでカバーができないので、今年の商標が難しかったんであれば、ちゃんと趣旨から勉強する。で、趣旨っていうのは別にもう入門講座に戻ってっていう話ではなくて、論文の勉強をすることで実は解消していくってことは多いと思います。ちょっと問題を見ながら見ていくんですけど、まずちょっと解放力のところからいきますね。国内優先権の問題ですね。まあ、正し書きとかいろいろちょっと長いんですけど、まあ、ちょっとそこは割愛しまして、1の枝ですね。甲が特許すがん A を基礎として優先権を主張し、特許すがん B をした後に、特許すがん B のすがん日から1年以内に特許すがん B のみを基礎として優先権を主張し、第3の特許すがんすることは不適法とされておらず、第3の特許すがんについては特許すがん B において新たに追加された事項についてのみ優先権証の効果が認められると、まあ、ちょっと事例なので簡単に書くと、ちょうどね、今日これベーシックで入門講座でやったんですよね。で、別にそれを狙ったわけでは全然なかったんですけど、たまたま入門講座の範囲がここにかかったんですが、 A、B で、第3って言ってるんであれなんですけどね、こういう感じですよね。で、 A を基礎としてで、だからこう で優先権主張をした後、 B をした後に、で B から1年以内に B のみを基礎としてまた優先権を主張してすることですね。で、この形見た時にまずもうピンとこなきゃいけないんですよね。で、担当試験だとまあそうですね、今日ちょうどまあでも入門講座の過去問でやったんで、そんなにマイナーなものではないんですけれども、これ結構論文で出る論点なんですよ。論文でよく出る論点だから、この形を見た時にもうパッと来なきゃいけない、ピンと来なきゃいけない。これ累積的主張なんですよね。累積的主張の形です。優先権の累積的主張の形なんです。根拠条文41条2項の括弧書き、で、ちゃんと理解してるかどうかっていうところもちょっとこの問題あるんですけれども、累積的主張っていうのは累積的主張自体が認められないわけじゃないんですね。
累積的主張を別にしても構わないですよ。累積的主張自体が認められないわけじゃないんですよ。累積的主張をしたら優先権の効果が認められないだけ。それ意味違いますから。主張自体が認められないのか、それともやってもいいんだけど効果がないのかっていうのは全然違う話でしょ。で、累積的主張は効果が認められないだけなので、これは不適法とはされておらずなんですよ。別に不適法じゃないですよ。だからその優先権証手続きは却下されないです。別に。で、第三者の特許出願については B において新たに追加された事項についてのみ優先権証効果が認められるって、例えば、まあ、E で E ロで B で、まあ、追加された事項ね、で、まあ、E ロ派みたいな感じですよね、多分ね。で、その A に基礎とされたものは認められず、 B で初めて追加された事項だけに優先権の利益が認められるんだった。そりゃそうですよね。これ累積してるのは E だけですから、 E に関しては認められず、第3のこの出願時で特許権判断する。ロに関しては追加されてるけど B を基礎としていて、これ累積してないんで、 B は B 時でロは判断される。で、歯は累積とかもう関係ないですよね。優先権をもう伴ってない、あの基礎にないものなので、第三の出願のところで判断するという形で、こんな感じで優先権 の、まあ、あの効果が現れるわけです。だからこの問題丸なんですけれども、まず結構これ引っかかるのが 不適法とはされておらずっていうところ、うん、だからさっき言ったように主張自体が認められないと思い込んでる方って結構いらっしゃるんですけど、これはそうじゃないんですよね。条文上もそれは明らかで、別に不適法でも何でもないんですよ。ただ単に優先権の利益が得られないだけです。ただこれ解放力をつけるの問題で選んではいるんですけども、実際は今のところが理解されてないために間違った人も結構いる問題です、うん、で、処理系の問題なので、やっぱりこう解放していく、パッパッパッパ解放していく力が求められる問題なので、まずその不適法のところで引っかかったんだ、そもそもあまりよく分かってなかったんだということが原因だし、でそこは分かったんだけど、ちょっとこの図からこう解放していくっていう部分が難しかったんだと、時間が例えばすごいかかるとかね、そういうことも含めて難しかったんだっていうことであれば、それはやっぱりこの解放系の問題をたくさん解くことが、そのまあね、あれになりますよね、あの 解消策になりますよね。ですから、まあ、ちょっと2つ原因があると思うんですけど、まあ、それぞれの原因に応じてやっぱりやっていただく必要があるタイプの問題です。で、これがですね、担当本試験で出てるんですけども、じゃあ論文で出た時にどんな感じになるかっていうのが次のページ、19年度の本試験の問題なんですね、うん、ちょっとこれ見ていきますね。在外者項は新規物質 α 発明と自ら発明し、伊が除草効果を有する旨とともに明細書に記載してパリ同盟国に特許出願 A1 をしたと。伊とで、まあ、効果書いて A1 をしたと。で、 A1 をした後、その同盟国で伊及び伊が除草効果を有する旨を刊行物 X に発表したと。これは刊行物 X に伊と、まあ、その効果を発表したということですね。で、コはその後新たに新規物質 α を含有する除草剤ロを自ら発明したので、ロを明細書に追加するとともに、ロを請求の派に記載して A1 に基づくパリ優先権を主張して、日本国を指定国に含む特許協力条約に基づく国際出願 A2 は国際出願ですね。で、こんな感じでパリをかけていますと、うん、で、英語なので日本に入ってきたらこれは外国語特許出願になります。で、これ、国際公開がされたと。で、一方オツも伊を自ら発明し、伊が除草効果を有する旨とともに明細書に記載して A1 の日前にパリ同盟国に、出願 B1 をしたと、うん、これはどっかのパリ同盟国にしたと。で、その後、意図効果ですね。で、その後、オツは自ら発明したロを明細書に追加して刊行物 X の発表の後かつ A2 の日前にですね、この間に B1 に基づくパリ優先権を主張して日本国に、出願 B2 をしたと。
これは日本ですね。で、ここパリで日本だからパリ優先ですね。うん、でその後オッズは新規物質アルファの含有率が特定の数値範囲にある場合に除草剤の除草効果が著しく向上することを示す実験結果をさらに明細書に追加するとともに発明医療特許請求の範囲に記載して国際出願 A2 の国際出願日の後かつ国際公開の前にB2 に基づく41条の優先権証のみを主張して B3 をしたと。で、ここは日本なので41になりますね。で、イトロ。で、B3 はその後、出願公開がなされたと。こんな感じの事案ですね。B2 はどう明細書に追加してって言ってるのでまあ一とローパンチかな。うん、で B3 は一とローで、で B1 はいいですよね。B3 は、うん、こんな感じかな。はい。で、まず、まあ、これパッと見た感じなんですけれども、オツさんの、あの優先権のかけ方ですよね。ちょっとこういう感じで今図に書いちゃったんですけど、これと同じ形なんですよね。要は累積的主張の形になりますよね。でまずそれが分かったかなという感じです。E は B1 があの一番最初に基礎となっているので B3 にもし E の優先権の利益を得たければこの B1 を基礎にしなきゃいけなかったのにこういう感じで書けてますから累積しちゃってるんですね。そうすると E に関しては優先権の利益が得られないので B3 時で判断をすることになります。うん、で、ロはまあ B2 でいいですよね。そんな感じのこれ優先権のかけ方になっちゃう。まず形見たときに、まあ、これが分かったかなっていう感じなんですけど、さっきの担当の問題で出たのとあんま変わらないんですよ。だから担当の勉強と論文の勉強っていうのは、まあ、基本的に解放力をつけなきゃいけないという部分は一緒だし、でむしろ論文のこの形ができる方がこっちの方が明らかにちょっと複雑なんでね、高等数も出てきてちょっと複雑じゃないですか。だからこっちが解けるんだったらあの担当の問題はそんな難しくないはずなんですよね。うん、で、まあ、まずこっちでちょっとやっていきますけれども設問2のところで出願 A2 にかかる発明医療が A2 ってこれですね。 A2 にかかる発明医療がオツによる出願を引用例とする特許法29条の2の規定に基づく拒絶料を有するか否かについてそれぞれ理由とともに説明せよですね。はい、オツによる出願としか書いてないのでまあ、どの出願をっていうふうには言っていないんですけれども、まあ、肉の荷を検討してくださいっていうことなんで A2 が肉の荷の拒絶流を有するかってことだから肉の荷って5つの要件が必要なわけですよね。まず日前の他の特許出願があることで、まあ、公開とで当初明細書等に記載された発明と同時であることとで発明者が非同一出願人が非同一、うん、でこれ全部満たせば肉の2で拒絶になるんですけどで、まあ、発明が2つあるんでこれ問題文で A2 にかかる医療がうんオツによる出願を引例とするってことで、まあ、イトロがあるんで、まあ、ちょっとその2つを見ていきます。もう単純にこうやって、うん、でまずイについてですが
今ですね、高さんちゃんとパリ優先かけてるんですね。でそうするとパリ優先の効果によって特許権の判断基準時 A1 時になります。ロは基礎にないので A2 時になりますが、イに関しては A1 時になるんですね、うん、でイに関してはここで見る一方で、さっきここで累積の話を見ました。オツさんの方はイについて累積しちゃってるので優先権の利益が得られないんですね。で得られないということは結局 B3 時で判断するっていうことになるので、項の A2 と、うん、で、まあ、あの累積しちゃっている B3 と考えると高顔だから B3 の方が、うん、なので、まあ、非前じゃないということで、E に関してはないですね。だからもうこれが非前じゃない、非前ってなしって書いてある、非前じゃないんで結局なしになります。全部に丸がつくから2の2で拒絶になるっていう話で、これ1個でもないんであればないので、うん、で次にロですね。ロに関してですが、ロに関しては高さん残念ながら優先権の利益が得られないので A2 時で判断されることになりますね。で一方でオツさんの方はロに関しては優先権の利益ですねが得られるので B2 時で判断することになります。 A3 がね。でそうすると A1 よりも前ということになるので、B3 が公開されているので B2 が公開されたものとみなして、まあ、抗がん排除していけるっていう公開犠牲も使えますから、ロとロですね、ここに B2 があるので、B2 が非前になりますし、で公開は41条3項で公開犠牲が使えて、でロが、同一ですね、ロで同一で発明者非同一で菅に非同一なので、ロに関しては肉の荷がありになります。拒絶理があり、陰霊はあくまでも B2 かな、非前は B2 なので、 B3 が公開された時に B2 が公開されたものとみなして抗がんを排除していけるっていう41条3項を使うので、まあ、公開も41条3項を使いますから陰霊は B2 かな、 B2 になります。なので E に関しては肉の2ないんだけど、ロに関しては肉の2があるので、この問題に関しては E とロが、まあ、肉の2を拒絶は有するかだから E はないんだけどロはあるよっていうのが答えになります。うん、サクッとちょっとね答えを言いましたけれども、あの上の担当の問題はこの論文の問題のこの部分のその累積の問題だけを切り取ったみたいな感じなんですよ。この部分だけを切り取った感じで、この部分を、まあ、累積の理解を、まあ、使いながらやるんですけど、結局論文の問題が解けてれば担当の問題の累積も分かってるはずなので、そこだけの知識で基本的には解けるはずなんです。ですから担当と論文をやっぱり分けて考えないっていうことと、で解放力をつけるっていうことは、結局その担当の問題ばっかりやってこうインプットで何とかカバーしようっていうのではなくて、その事例問題を解きながら理解力をつけていく、解放をしていくっていうことが必要だっていうのがまず一つ目になりますね。一つ目のポイントになります。で次に理解することを放棄しないっていうところですね。私も経験があるんですけど、担当に一回失敗すると、なんかこう暗記力をこうつけようみたいな、そういうこう意識が強く働くようになるんですね。なんか覚えなかったからダメだったんだと、覚えきれてないから失敗したんじゃないかって思うんですよ。で確かに今年の本誌は例えば順用不順用の部分だったりとか、あとその主語のところね、特許庁長官なのか審査官なのかとか、そういうちょっとその条文の文言に関してこうすり替えて聞いてきたりとか、あと当選対抗の99条のところに余計な条件をつけて
聞いてきたりとか、そういう問題が結構多かったですね、特実は特に。だから条文をちゃんと読み込んでおかないと、確かに細かいところで足をすくわれた年だったと思います、今年は。だけどもそうは言っても、じゃあ商標どうだったかっていうと、さっき言ったようにですね、本質的に理解できてなければ暗記力でカバーできるような問題じゃなかったんですよね、趣旨を聞いてきたりしてますから。であと、その商標の仕様の部分だったりとか、そういうのも聞いてましたよね。ですから商標に関しては、とこと商標に関しては別に商標だけではないんですけれども、やっぱり理解してないと解けないっていうところがあったんじゃないかなと思います。ですから短い枝でもやっぱりその理解力っていうものを試してくるっていうことがやっぱり明らかなので、その暗記力で何とかしようっていうことばっかりをやってると、多分また商標で失敗すると思います。商標は今年ガラッと傾向が変わったんですけれども、試験の任期は2年なんですね。ですからおそらく来年もまた今年みたいな感じで来るだろうと商標は思ってます。ガラッと傾向変わってなければ、去年からのちょっと引き続きみたいな感じになると思うんですけど、今年ガラッと変わったんで、多分ね、来年もそんな感じじゃないかな。ちょっとね、難易度は下げてくるかもしれないです。でもその下げ方ってのはどうやって下げるかっていうと、おそらくいくつあるか問題の数を減らしてくるとかだと思うんですね。今年いくつかあるあるか問題が商標半分もあったので、で衣装が2問ですから、そら難易度高いよねと思うんですよ、商標の方が。難易度の上げ方って出典を細かくするとか、組み合わせる条文を複雑にするとか、あと順用不順用を多めに出すとか、そういうので難易度は上げられるんですけど、一番簡単な上げ方は誤したクイズをいくつあるか問題にすることだと思います。そうすればちょっと平均点下がるんで、で今年は商標半分がそうでしたから、やっぱり一生よりもはるかに難しいよねっていうのは、その形式的な部分からも見えるんですね。で、その中でやっぱりそのどういうさらに難しくしたのが、その理解で何とかすると。なんか審査基準を覚えてたりとか、条文を覚えてても商標は結構解けない問題があったはずで、でそれはどういうことかっていうことですよね。でちょっと具体的な問題で見ていきますが、3ページのところ「担当本試験」って書いたものですね。商標法2条に規定する商標及び表彰の使用に関し、次の意の意から法のうち誤っているものはいくつあるかって問題で、で歯の枝ですね。表彰のみを表示した店頭の看板であっても、その店舗の状況等からして特定の商品、役務を広告していることが明らかであると判断される場合には、商標の使用となることがある。これは、解説のところにはね、仲介商標法とか、網野先生の基本書とか書いてあるんですけど、これは2条3項8号の理解のところで、必ずに入門講座でも中上級の講座でも私必ず結構うるさく言ってる部分なんですよ。で何かというと、2条3項8号っていわゆる広告的使用対応の条文なんですね。で広告的使用対応というのは、単にマークを商品に付している、役務にかかるものに付しているだけではなくて、その商品と役務との関係が見てわからないと8号には当たらないよっていうところです。よく例に出すのは、例えばレックって、皆さんはレックに通われてるからレックが何者で何屋さんかっていうのはお分かりだと思うんですけれども、じゃあ世の中の人みんながレックを知ってるかって、そうではないと思うんですよね。例えば子どもたちはあんま知らないと思うんですよ。この予備校、レックに通われてる最年少の方が何歳かとかちょっと知らないですけど、弁理士でも大学生が最年少だし、公務員試験とかもやってるから、割と10代の子がいるにしても、多分小学生はいないよね。小中学生はいないはずなんですよ。だから親が通ってたりする以外は、多分レックは知らないはずなんですよね。じゃあその知らない人たちを相手に その水道橋の駅でね、駅前で例えばレックって書いたティッシュを配布したとします、広告物として。でもレックのマークしか入ってなくて、それで単にティッシュを 配布したら、そのもらった人たちは何屋さんかわからないでしょ。
だから広告になってないんですよ。広告っていうのは宣伝だから、何屋さんか分かって初めて宣伝効果になるわけですよね。だからレックはおそらくレックと書くだけじゃなくて、資格の学校とか資格の予備校とかそういうものを併記するはず。そうすれば、あ、レックって資格のね、ライセンス取るための学校なんだな、資格の予備校なんだなってことが分かるので、それで初めて知識の教授についての結びつきができるんですよ。マークとレックは何屋さんかってことが分かるから、それで初めて商標的使用対応、広告的使用対応になるわけだから、ここで言ってるのはそういうことで、看板もそうですけど、何屋さんか分からなければそれはもう8号じゃないんですよ、うん、だから駅前に例えばこう本を立った時によくこう広告看板がありますけど、で必ずそのお店だったり会社の業務に関して少なくとも暗示ぐらいのことはやりますよ。全く何屋さんか分からないような広告なんてないはずですよ、うん、そこを聞いてる。8号ってそういうものでしょと、広告的使用対応って広告になってると言えることしか当たらないよねっていうところをこの葉の枝では聞いてるわけです。だから今回は状況等からして特定の商品駅も広告していることが明らかであると判断される場合なので、うん、だからその店舗の状況等からしてだからどんな感じかちょっと分かんないけど、その何屋さんか分かるような、例えばパン屋さんだったらなんかパンの絵が描いてるとかね、うん、そんな感じだったら分かるじゃないですか。カフェだったらコーヒーのマークも一緒に描いて絵が描いてあるとかね、そういうことだったらカフェって書いてなくても分かるじゃないですか。だからそんな感じの状況があった場合には使用となることがあるで、これは丸になる。そういうちょっと深い話なんですよ。短い枝なんだけれども、うん、で論文でこれが、どんなふうに同じ論点でっていうところなんですけど論文編って書いてあるとこですね。千葉県 T 市においてパンの小売店を営むオツは、黒一色のゴシック体で表された忍者パンダ、これ商標派について、指定商品を30類フランスパンとする商標登録すがん Y を2007年12月1日に行い、2008年12月1日に商標登録を受けている。すがん Y をして以降、オツが商標派を取り扱ったのは商標派の文字のみをかたどったシールを事故の店舗の入り口のガラスに貼り付けただけであると、うん、これって何を聞きたいのかっていうことなんですけど、使ってますかっていうことなんですよね。つまり登録済みなんですけれど、歯をフランスパンについて登録済みなんですよ。うん、だけど使っている対応が、普通フランスパンに使うってどんなものが典型的に指定商品に使うと言えるか、フランスパンをこう入れている、ビニール袋というかパッケージに忍者パンダとかっていう風な表記をすることが一番多いかな。普通にメロンパンとかアンパンとかでもそうなので、パン自体の包装に付すで、付したものを譲渡するっていうことが仕様だから、一般的にはそれが多分一番多いと思うんですよね。でさっきの担当本誌の問題で言うと、8号っていうことになると、それを広告するってことだから、例えば今回その事故の店舗の入り口のガラスに貼り付けてるっていうふうに言っているんですけど、何屋さんかわからないような使い方だったらこれは8号にすらならないんですよね。広告にもならないし、で今回はパンの、事故の店舗の入り口だからパンの使用になるっていうことになると、それを広告してるとかそういうことが必要なんだけれども、わからないんですよ。歯の文字のみをかたどったシールを事故の店舗の入り口のガラスに貼り付けただけなので、実際フランスパンとのつながりがないわけですよ。普通フランスパンに使うってなると、フランスパンのパッケージに付すか、それを広告する広告物に付さなきゃいけないのに、店舗のガラス窓に貼ってるだけだと
これは何についての塩なのっていうことになりますよね。でもしね、これギリギリ塩だと言えるためには、少なくとも店舗のガラスに貼り付けてるんですけど、その店舗になんかフランスパンっていう文字を書いてたりとか、パンの絵を描いていたりとか、まあなんかその、何屋さんかっていうことがこう分かるような、その結びつきがつくような暗示でもいいと思うんですよね。まあギリギリね。でもそれすらないだけであるって言葉がまあ示せるように、それすらなさそうだと。そしたらこれって登録受けてるんだけども使ってないんですよ。登録商標を指定商品に使ってるとは言えないんですよ。そしたら何ができるかって問題にこれつながってくるんですけど、ちょっと問題文は書いてないですけれども、不使用なんですよ。使ってないよってことで不使用になっちゃうんですよ、うん、だからあの場面はちょっと違うんですけど、でも基本的に同じようなことを聞いてますよね。この担当本誌と論文では同じようなことを聞いてるので、なので今回の場合はね、まあ論文の方が複雑とはちょっと言えないんだけれども、仮に論文の問題に当たっていればこの担当はそんな難しくなかったし、担当の問題に当たってても今回の論文の問題はそんなに難しくなかったはず。だからそこもやっぱりリンクで、両方とも暗記じゃなくて、ここはやっぱり理解することで解いていくタイプの問題だったってことなんですね。だから逆に暗記してても多分ね、分からないところなんですよ。これって何を暗記すればいいのって話だから、2乗3項8号条文通りに暗記しても多分解けない問題ですよね。ですから暗記力ではなくて、やっぱり理解力でなんとか捉えていくってことが必要だった問題だっていうことなんですね。で、次にですね、勉強するポイントの3つ目ですが、判例は射程、争点と射程で捉えるっていうことなんですね。で今年は全部で5つだったかな、判例出てたんですよね。ただまあもう超メジャー級の判例だったから、そんなに難しくなかったとは思うんですけれども、商標はあの Emacs が出てましたよね。で、あの特許はあのあれですね、アスベルトとか、もう本当にあのメジャー級のものだったので、担当ではそんなに判例がその足を引っ張るってことはないと思うんですね。ただ論文になるとやっぱりその途端に書けない、その結論分かってるんだけれども書けないっていう現象が出てくるので、まあ論文の勉強の方がやっぱり難しいとは思います。はい、でちょっと見ていきますね。どんな感じで出るのか、担当の方ですね。特許法79条に規定する通常実施権、先使用による通常実施権は、特許すがにかかる発明の内容を知らないで自らその発明をし、または特許すがにかかる発明の内容を知らないでその発明をした者から取得して、特許すがの際限に日本国内によってその発明の実施である事業をしている者、またはその事業の準備をしている者に対して、その実施または準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において認められるものであり、特許すがの際に存在しなかった製造装置による実施行為について認められることはない。なんとなくパッと見だと、いや菅の際限に存在してなきゃいけないんじゃないのと、だから丸なんじゃないのっていうふうに思う人もいると思うんですけど、79条の先使用権って聞きたいことは準備の解釈と、で実施形式の変更っていうのがあるんですよね。で今回は具体的な準備の内容を書いているわけではないので、これで準備に当たりますかってことを論点とした問題ではないんですが、一方で要は出願の際に存在しなかった製造装置がね、装置なんだけれども今作ってる製造装置があります。で出願の際にあったものと要は今作ってる製造装置が違うっていうことですよね。その違うものがじゃあ何か、全く違うものだったらもちろんダメなんですけれども、例えば機械なんで小型化とか、実際今まで論文本誌でも出たもので、
実施形式の変更を認めるっていうふうに書かせる問題で、機械の小型化がありましたし、プログラムのバージョンアップっていうのがありました。で、小型化で、まあ、例えば例とっても昔出願の際にあったものが、例えばでこれぐらいの大きさの装置だと、でも今はこんなちっちゃいものだ、でも小型化しただけで技術的な部分は同じなんだ、中身の装置の内容は同じなんだってなった時に、単になる、まあ、実施形式の変更だっていうふうに認められるということであれば、当時はなかったんですよ、ちっちゃいものは。だからこの問題文で言うと、出願の際には存在しなかったんですよ、その小さい方は。だけども、じゃあ選手権認めるかって、実施形式の変更で小さくなったんであれば認められるわけなので、これは、ね、罰なんですよね。で、装置なんでちょっとプログラムは適切な例じゃないけど、プログラムのバージョンアップなんかも実施形式の変更で認めるっていうのが過去ありました、うん、で、バージョンアップ前のものっていうものを出願の際限に実施していた。で、今はバージョンアップ後のプログラムを実施しているということは、今のバージョンアップ後のものは出願の際限にはなかったものですよね、うん、だけども実施形式の変更によって選手権が認めるケースはあるわけでしょう。だからそこを聞いた問題っていうのは結構あるんですね。で、それが今度20年の論文本誌ちょっと見ていただくと、甲はコップ用の新規な形状の取っ手位置を自ら開発し、平成18年2月1日、H を有し、H 以外のコップが周知の形状のコップ A を日本国内の博覧会に出品したと。で、さらに平成18年7月1日、甲は A を博覧会出品したことについて、衣装の新規性早々例外の適用を受けて、衣装にかかる物品をコップとして、H の形状について部分衣装の衣装登録出願 X をした。その後、甲は出願 X の願書における衣装にかかる物品、衣装にかかる物品の説明、および衣装の説明の記載、並びに願書に添付した図面の記載から、明細書実用新案登録請求の範囲および図面を作成し、平成18年9月1日、出願 X を元の出願 X を元の出願とする実用新案法10条2項の規定による出願として A の形状についての実用新案登録出願 Y をした。出願 Y にかかる実用新案件は平成19年3月1日出願当初の明細書実用新案登録請求の範囲及び図面の記載のまま設定登録がされた。オツは平成17年12月1日H と同一の形状のコップ用取っ手位置を自ら開発し、平成18年6月1日までに A と同一の形状のコップ A1 の設計図及び金型を作成し、平成18年8月1日から A1 の製造販売を開始した。 H 及び A1 はオツによって A1 の製造販売が開始される日までにオツ以外に知られることはなかった。オツは平成18年11月1日に A1 全体の形状を、ここですよね、小型にしたコップ A2 の製作を企画し、平成19年2月1日から A2 の製造販売を開始したと、うん、で、オツによる A1 および A2 の製造販売を発見した甲は、オツに対して A1、A2 の製造販売について実用新案技術評価書を提示して警告をした上で、平成19年10月1日、オツを被告として実用新案件に基づき、A1 および A2 の製造販売の差し止めを求める訴訟を提起した。オツはその後も A1、A2 の製造販売を継続している。で、説問2で、オツは甲の実用新案登録に無効理由が存在する旨の主張以外に、A1 および A2 の製造販売について、甲の差し止め請求が認められないと主張することができるか根拠とともに説明せよ。ですね。で、まあ、無効理由が存在する旨の主張というのは、いわゆる104条の3の抗弁ですよね。で、それ以外に何か言えることがないかということなんです。で、問題文を、これもちょっとね、時系列図を書かないですけど、日付入れて時系列の図を書くと、まずその A1 に関してはもう X の出願前から取っ手位置の企画をして、コップ A1 の設計図や金型を作成してるんですよ。うん、で、準備とはっきり書いてないから、これが準備にあたるかってことを聞いてるわけ。準備の解釈をこの問題では聞いてる、 A1 に関しては。で、準備っていうのは即時実施の意図があって、それが客観的に認める対応程度に表明されてないといけない、つまり主観と客観の両方が必要で準備なんですけれども、今回はもう企画を始めて設計図と金型を作成してるので、で2ヶ月後には実証も開始してるわけですよ。
ですから2ヶ月前の状態っていうのはまあ準備に当たると言っていいんじゃないかということですね。だから A1 に関しては準備に当たるので戦勝権があるということを言って、まあ、差し止めを免れるっていうことが言えます。これが A1 の答えです。じゃあ A2 はどうなのかってことなんだけど、 A2 は後から作り出したものなんで、小型化したもので後から作り出したものなので、菅の際に現に準備実施ができていたものではないんですよね。だけども A1 に戦勝権があれば A1 の戦勝権が A2 にも及ぶ場合がある。それは何かというと、先ほどの担当本誌で出ていた実施形式の変更にあたる場合ですよ。 A1 に認められれば、それと、ね、技術的思想として同じで、小型化しただけの A2 は実施形式を変更したものとして A2 にも戦勝権が及ぶわけなので、そこを聞いたのが A2 になります。だから担当本誌の問題で聞かれていることと、この論文本誌で聞かれていることは A2 に関しては同じです。 A1 は準備の解釈を聞いているのでちょっと違いますけど、 A2 に関しては同じです。なのでね、判例勉強するときって、そもそも今その争点と射程っていうのがポイントだって話をしました。で、争点っていうのはいわゆる 争う点って書くので、何を問題としてるかってことでしょ。で、要は今言ったように A2 に関しては実施形式の変更にあたるかどうかが争点です。 A1 と A2 との関係、つまり A1 の実施形式を変更したものが A2 だと言えるかどうかが争点です。で、射程というのはまあその結論ですよね。どこまでがそれ言えるのか。射程っていうのは今回で言うと技術的思想として同じであればってことです。射程は技術的思想として同じであればいいというのが実施形式の変更の、まあ、いわゆる射程です。で、今回は小さくしただけで後の技術的なポイントは一緒だから、技術的思想として同じなので射程が及び、結論としては実施形式の変更が認められるってことなんです。判例っていうのはまず何を争ってるのかっていうのが明確でなければ、ウォーキングビームローを聞くとしてもそのままでは出ないじゃないですか。あれ焼却炉の事件なんですけど、物品ですら焼却炉では出ないですよね。普通は今まで焼却炉で出たことないですよね、ウォーキングビームローを聞くにしても。で、ウォーキングビームローはパリ優先もかかってて、結構3年ぐらい準備期間を認めてるんですけど、まあそれはちょっと稀なんですよね。普通準備ってそんな3年も認めないから、普通戦勝の準備でね。だけどあれは焼却炉で物品がその辺で買えるものじゃないから、やっぱり設置する場所を決めて設計図を起こして作っていくっていうちょっと特殊な作り方をする物品なので、優先権もかかっていたし、トータルで3年以上の準備期間を認めている判例です。でもそれは焼却炉だから稀なんだよっていうことがやっぱり理解できてないと、3年も離れているのに、菅日から3年も離れているのに準備と認めるって書いちゃうとかね、そういうことが起こりうるんですよ。なので判例ってやっぱりその判例の事案特有な部分もあるから、何でもかんでもやっぱりこう覚えるっていうことをやっちゃうと、事例問題出てた時にまず気づかない、それ何を聞かれてるか気づかないってことが起こります。なのでまずその事案の背景をしっかりと学んで、で何が問題になっていて、どうだったら判例と一緒だと言えるのかっていうことを、まあ、要は争点と射程を捉えるってことが必要なのかなっていうところなんですね。はい。で、それがまあ3つ目のポイントになります。なので今日3つねポイントを挙げたのは、まあ、担当と論文が一気に勉強できるんだってことはこの3つのポイントで分かったと思うし、逆にその3つのポイントを捉えて担当と論文を一気にすることで相乗効果が生まれると思います。今年一生法はそんなに問題文長くなかったけど、特実の肉の2と39条の問題は結構問題文長かったですよね。で、毎年で言うと一生法の3条の2の問題も本当に長くて、ちょっとうんざりするような問題文の長さですよ。で、ああいう問題を、まあ、3分からもうかかっても5分以内で解かなきゃいけなくて、
で、そういう解放力をつけるためにはやっぱり長い論文の問題を特筆で15分、意匠商標で20分ぐらいでいわゆる解き切る答案構成が終えられる、やっぱり解放力が必要なんですよね。それがやっぱり担当の力にもなってくるし、担当の力がつければ論文の構成力の力になってくる。だから担当と論文は今担当受かった人がやっぱりその年に受かる人がやっぱり多くて、ずれて考えるってことはナンセンスですね、今の試験制度や試験の内容を考えると。なので担当の勉強2年目以降の方にやっぱり気をつけていただきたいのは、暗記に走らないっていうことです。いくら細かいところが出るとはいえ、もちろん条文の読み込み、それは必要なんだけれども、ただそれ以前に理解してないとインプットも乗らないから、まずはやっぱりしっかり地に足をつけて理解することをしっかりやった上 で直前期の 3ヶ月くらいは、条文の読み込みに徹していくってことが必要じゃないかなと思うんですね。で、その条文の読み込みっていうのは、例えば、これ担当知識完成講座で使っていくスケジュールなんですけれども、スケジュールで N プロシートなんですけれども、条文のどの部分を読み込む必要があるのかっていうことのチェック事項が書いてあるんで、少なくともここに書いてるものに関してはかなり硬いインプットが必要な部分です。で、書いてない部分に関しては、その条文の存在が分かってる、ある程度条文読んでおけばいいと思うんだけれども、少なくともここに載ってる部分に関して自分で言えないぐらいの状態だと、ちょっと今の本試験のレベルだと厳しいかなと思う。ただ今日花粉症の話をしたように、花粉症ってある年突然発症するのは今まででもずっとこう蓄積してるんですって。で、それがある程度ピッてこうそのラインを超えちゃうから、蓄積量が超えちゃうから急に発症してるように見える。だそれと担当も同じで、皆さんは中上級生なのでずっと蓄積してるものがあるんだけど、ただその一歩ラインを超えられるっていうのはここが必要な。で、これってすごい面倒くさいしすごいしんどいんだけど、それをやらないと毎年点数としては30点台でずっとこう足踏みしてる感じになると思う。だ30点台の人って結構山があるんですよ。ボーダーマイナス 2,3 点のところって結構山があるんですよ、で、そこは要はいっぱいいるってことなんです。で、割とその山に入っちゃうと結構その山から抜け出せない人毎年いるんです。で、担当の講座も受けてるし、なんなら担当ゼミとかもやるんだけれども、なんか一歩をこう超えきれない。で、それはじゃあ何が原因かっていうと、ちょっと知識が緩いんですよ。ふわっとした状態で緩いんですよ。で、その状態でも多分ね、過去問だったら解けるんです。過去問はなんだかんだ言っても一回経験があるものだし、で、なんなら一回解いたものだったら当然もう経験値である程度覚えちゃってるので、過去問だったら解ける。でも過去問がそのまま出るのは今年の本試で言うと1枝だけでしたよ。特筆で1問確かにあったんですけど、それだけですよ。過去問で出たねって、これ過去問で作ってるよねっていうのは1枝ですよ、たった特筆で、そんなぐらいのものに対してじゃあ過去問でやるんですかって話ですよ。なので、ちゃんとその条文から出ることが分かってるので、条文をやっぱり読み込んでいくっていう勉強をどこかのタイミングでやらないと多分抜けてこない、今の本試は抜けてこないと思います。なので昨日もそうだし、個別相談ね、今ちょっと予約制でやっているところにいらしてる人が自分でもおっしゃってたんですけど、やっぱりもう全然違ったって、その勉強法が違いましたっていうことをおっしゃってましたね。なんか過去問ベースにインプットやる、で、過去問解いて条文に戻ってっていうのを自分ではやってるつもりなんだけれども、それはもう気休めに過ぎなくて、戻ってるって言っても結局そこを確認してるだけで、じゃあ条文を読み込むっていうところまでやれたかって、やれてないから結局ふわっとした状態で本試に臨んでしまったっていうことをおっしゃってました。その方は36点でした。36点、でも2年ね中上級やってらっしゃるので、足踏みなんですよ。で、なんならね、去年と同じ点数だったら下がってるのと同じなんです。今年はだいたい平均値でいうと5点ぐらいマイナスで考えた方がいいんですよ。難易度で考えると、去年の難易度と今年の難易度で考えるとマイナス5点ぐらいで考えた方がいいんです。
そうなると去年も今年も例えば36点だったら今年は31点だったっていうふうに考えるべきなんです。全体の相対的な感じで言うとね。だからやっぱりいかに30代って難しいのかなんですよ。一歩抜けることが難しいのかっていうことを表していると思います。なのでぜひですね、もう本当に中上級生なのでベースはあるから、そこからちょっと一歩こうね越していただきたい、あの山を越えていただきたいなと。もうその方法これしかないと思いますよ。私もあのいろいろ考えて、もう本当にいろいろなんとかね、その自分の労力に対して効果が大きいようにあの、ね、受験生の方をさせてあげたいし、なんかいい方法がないかなっていうことを、もう講師になっても20年近くずっとやってますけど、でもね担当試験だけはまあ傾向が変わってるように見えても結局やらなきゃいけないことは同じだと思います、うん、論文は結構大きく傾向があって、割と3年サイクルぐらいでマイナーチェンジどころかフルモデルチェンジぐらい変わることもあるんですけど、担当試験は結局求めてることは同じなんですよ。もう条文見れないし、ね、あの解放力ともう知識力を確かめるってことはもう全然変わらないんですよ昔から、うん、で今と昔だとやっぱり昔の方がね、どっちかっていうとちょっとこう難しい問題はあったと思うんです、枝レベルで言うと。だけど今はやっぱりいくつあるか問題結構増やしてるので、うん、そこでちょっと難しさを感じる。でいくつあるか問題対策も確実な知識だからね、他の枝との関係で切れないわけだから、だからもうなおさらなんですよ、なおさら固い知識が必要なんですよ。だからもう本当にこの30代を抜け出したかったら、もう諦めて、もういろんな方法を確かめるんじゃなくて、もう条文の読み込みに徹する。で論文の勉強を並行して解放力を同時につける、もうこれに尽きると思います。これがもう最終的な私の答えです。でもう一つ最後にお話ししたいのは、やっぱり初級でも中上級でもそうなんですけれども、あの試合の運び方っていうのもやっぱり大事で、昨日もその相談会の中でね、結構あの皆さん言われるのが、あの1年間の中でやっぱりこうできる時とできない時があったっていうことをおっしゃるんですよね、勉強時間を聞いたら。で担当試験でいうとアベレージで大体まあ 2,3 時間平均でずっと本試まで続けられるんだったら受かるんですよ、担当試験だけで言うと。だけどやっぱりできない時期が出てくる人の方が多いんです。例えば年度末一番多いですね、3月できなかったって一番多いです。で人によってやっぱり12月忙しかったっていう人もいるし、まあそれはお仕事の内容によるんで一概に言えないんですけど、やっぱりねその一時期できない時期がある分が学力が落ちるんですよ、担当が一番。あの論文はそうそう時間を置いても腕が落ちるってことはあんまりないんですね。だけども担当試験も如実に出ますよ、勉強ができないと知識力が落ちるのは。だからやっぱりそのできない時期の分をどうするかってことを考えなきゃいけないんだけれども、とにかくその本試までにそのやらなきゃいけない量は少なくともやりきることが必要で、それは全部やっぱり見える化することが必要なんですよ。なんとなく勉強して、なんとなく2時間勉強したんでなんとなくいけそうだみたいな感じだとダメで、やっぱりこうやらなきゃいけないことを少なくともその短期的なスケジュールで1週間の間に見える化していくっていうことは大事かなと思います。なので、まあ、中上級の人にもスケジュールは配るんですけど、そんな大したものじゃないんですが、ただそれでもね、どの時期にどんなことをやっぱりやるべきかっていうことの、まあ、ざっくりとした指針にはなるんでね、細かく書いてますけど、細かくこの通りにやってもらうのが一番いいんだけれども、ただそれができないとしても、あ、今は中間処理をやるべきなんだなとか、そのペースについてこれるだけでもやっぱり違うと思うんですよね。なのでその、まあ、長期的なスケジュールは、まあ、講座のコースだったらもうそれで決められてるので考えなくていいと思うんだけど、その中でのその1週間単位の短期的なスケジュールをあのしっかり立てていただいて、で、まあ、うちの講座だと、まあ、こういうあの、ね、スケジュール配布するんでそれの通りにやっていただいたらいいと思うんですけど、まあ、とにかくそれについてくることっていうことが大事かなと思います。うん、もう遅れ
ってもう間に合いませんでしたっていうのが一番もったいないんでね、それがないように、まあ、最後にねお願いしたいなというふうに思います。で、中上級生はやっぱりいろいろ難しいところはあると思います。知識にムラがあるし、誤解して覚えてる部分もあるだろうし、難しい部分は結構初級の方よりもあるんじゃないかなと思うんですけど、ただ初級の方と違う武器もあるんでね、積んできたものもあるから、なのでちょっとしっかり頑張って、あと1年で担当と論文をもう一気に合格する、担当受かった年に論文も受かるってことをしっかり達成していただきたいなと思います。担当知識完成講座は7月の9日に開講になりますので、まだちょっと時間があるように見えるんですけど、条約を通信でやるんですね、今年は。だから要は早めに配信を始めてほしいっていう声が結構あるので、開講前にもう配信を始めようということで、条約を通信でも配信してするんですよ。だから開講7月9日に見えるんですけど、ちょっと早めに始めていただかなきゃいけないので、あんまりゆっくりはできない、担当試験終わったところなので、まだちょっとゆっくりしてもねいいかなと、心身ともに休める時間も大事かなと思うんですけれども、ちょっとそこを頭に入れて勉強を再開していただければなというふうに思います。条約はやっぱりね、結構嫌いな人、苦手意識がある人が多いので、仕切りも毎年多いですし、今年はたまたま簡単だったので、来年は多分難化すると思いますから、ちょっとしっかり対策を立っていきたいので、早めの配信で早めにちょっと始めていただくっていうふうにしていただければと思います。はい、では今日はこれで以上となります。皆さんお疲れ様でした。